それではデモンストレーション第2部、行いたいと思います。改めまして、すみません、もう毎度自己紹介いたします。デモンストレーション進行、井上です。よろしくお願いします。いよいよ明日から金曜日までの間、こちらのこの会場で第4回世界レディーススリークッション選手権大会行われます。オリンピックへの競技参加、その望まれる声も高いビリヤードなんですけれども、ビリヤード、とりわけスリークッションと言いますと、まだまだ広く一般的には知られていないのが現実です。そこで一人でも多くの皆様にビリヤードの楽しさを知っていただきたく、スリークッション豆知識、そしてプロによります華麗なる技の披露などをご紹介していただくデモンストレーションです。どうぞお楽しみください。まずはじめにご協力いただきますのは JPBF 日本プロビリヤード連盟所属、小林秀明プロ、そして同じく JPBF 酒井信康プロです。はじめにこのスリークッションテーブル、初めてご覧になる方のためにも、お二人が普段どんな練習をなさっているのか、ちょっと練習風景などをご披露いただきたいと思います。よろしくお願いします。その上に私の方ではスリークッション豆知識など、まあ、先ほども申しましたけれども行いたいと思います。ビリヤードといいますと、一般的に日本では最も知られているのはテーブルに穴が開いていまして、それに色とりどりのボールを落としていくポケットというゲームです。これは主にアメリカですとかフィリピン、それから中国、台湾などで大変盛んです。ですがこのビリヤード、スリークッションではポケットテーブルより一回り大きなテーブルと3つのボールを使います。ゲームの性質が少し変わってくるわけなんですね。ですがどちらも、どちらが先にできたかというと、それも諸説あって正確にはよく分かっていません。ただこのゲームの歴史は大変古くてですね、一番初めは屋外で行われていた紀元前400年頃のギリシャの屋外スポーツが元であったと言われています。そして屋内スポーツとしては14世紀頃、ヨーロッパの王族貴族を中心に各地で盛んにビリヤードが行われるようになったそうです。どんなビリヤードだったかと言いますと、世界で初めてのビリヤードテーブルはフランスの国王ルイ11世のために作られたプライベートテーブルでした。そのテーブルはこのように大きな台で、中心に一つだけ穴が開いていたそうです。どんな遊び方をしたんでしょうか。さてこのスリークッションではどんな遊び方をするのかといいますと、大元の約束事は至って簡単です。まず自分のついたボールを残りの2つにヒットさせる、これが基本です。この場合、例えば今どっちの球から狙っても構わないわけですね。でも今お二人は黄色いから、まあたまたま行ったんで黄色を先に狙いますけれども、当てられた黄色いボールがどこに行くかではなく、この自分のついた白いボール、この白いボール、この場合は手玉と言いますが、この白いボールがどこに行くかが重要なんです。いいですか。一つ、とってもシンプルですね。でもスリークッションはこれだけではいけません。例えば先ほどお配りしたお手元のパンフレット、もしよろしかったらご覧ください。そちらの方にスリークッションの配置図なるものが、書いてあるんですけれども、こんな配置で順番が回ってきたとします。お手元のパンフレットで言いますところの2番の箱玉というセットですね。これをじゃあゲームではどのように得点するのか、ついてみてください。ここに当てて、オークション、ツークッション、
すごくきれいに赤に当たったんですけれども、これではダメなんです。これでは得点になりません。ではこれはスリークッションゲームとして得点していただきたいと思います。ボールに当て、1回、2回、3回、これで初めてナイスショットです。この鐘を使うこと、これをこの鐘をクッションと言います。これを3回以上クッションさせて2つ目のボールに当たることが大事なんですね。ですから例えばこんな取り方もあります。2つ目のボールに当たるまでに3回クッションを使えばいいので、先にクッションを全部使ってしまうという作戦もあります。これはお手元のパンフレットというところの5番の空クッションという取り方です。まず白いボールをつきまして、クッションを3回使ってから、このボール、並んでいるボールにポンポンと当てる予定でございます。よろしくお願いします。1、2、3、素晴らしい、さすがプロです。このようにして、スリークッションを使って2つに当てる方法を考えていくんですね。小林プロ、酒井プロ、どうもありがとうございました。お二人とも国民日本のトッププロなんですが、このお二人協力していただきました。この世界選手権では各国の強豪が集まってきております。その中でも最も注目されている選手を、今特別においでいただいたのでご紹介いたします。日本代表、そして女子スリークッション世界選手権者、飛田織江選手です。この女子の世界選手権が始まって3回、今度4回目になるわけですが、今までの3回その全てで優勝を果たして4連覇を目指し今大会に臨む飛田選手です。大会直前によく来ていただきましてありがとうございます。何か抱負といいますか、今お越しいただいている皆様に一言メッセージなどをいただけますでしょうか。来ていただいてありがとうございます。こんばんは。思い切っていいプレーしたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ここでもう一方素晴らしいゲストを改めてご紹介いたします。スペインはバルセロナからやってきました、ビリヤード界のスーパースター、ミスターダニエル・サンチェスです。サンチェスさんは3度の世界選手権優勝、オリンピックの補完的なスポーツ競技会のワールドゲームスでも2度の優勝金メダル、ヨーロッパ選手権3回優勝、そしてワールドカップはなんと11回優勝など、数えきれないタイトルをお持ちです。そしてその華麗なプレースタイルと温かい人柄で世界中のファンを魅了している人です。ようこそ来てくださいました。ありがとうございます。もうさ、嬉しいことに大変な親日家で、日本語もかなりお上手です。下手ですとまた日本語で答えてくださいました。ありがとうございます。それではなんと豪華なことに男女の世界チャンピオンが、顔を揃えてしまいました。それで、スリークッションのゲーム、これ初めて見る方、後々に自慢できると思います。お家帰って自慢してください。では、このお二人で豪華な組み合わせで、ちょっとスリークッションのゲーム、どんな感じでやるのか、やっていただきたいと思います。普通試合にはレフリーがつきます。紳士のスポーツですので、初めは必ず挨拶から入ります。そして、バンキングという行為を行います。このバンキングという行為は、要はくっついてですね、こちら側のクッション、壁に近くまで、より近くまでボールを、手玉を寄せた方が先行となります。そして先行の選手は常に白いボールをつきます。この形、常に試合、ゲームはこの形から始まります。お手元のパンフレットの1番の初球というセットですね。
先攻の選手はダニエル選手ですので白いボールをつきます。3回プッションして当たりました。ちょっと解説をお願いしてよろしいですか。はい、これもまた、初球と似た形ですね。裏回しと呼ばれていますが、スイッチが入りました。タッチ。この手の中でね、よく、得点すると高いケースが多いですね。簡単なんですか。簡単ではないですよ。ではないですが、この世界チャンピオンクラスですね、簡単に見えます。そうですね。はい、今すいません、簡単っていうのに反応しない。わかります。日本語がちょっと少し分かってしまうので、ちょっと気になったみたいな。そう、うかつなことを言いませんね、そばで。試合の時にマイクを持ってそばでごちゃごちゃ喋られることはないですからね。中に当たってから1、2、3回当たって、今ね、最初に赤に当てたので、はい、ディクションしてから最後に白に当たらなければならないが、最初に当てた赤が白を動かしたんだね。この辺を回避するのも、すごいテクニックが必要なんですね。1つ ビリヤードの試合といいますか、はい、選手のお二人は皆さんね、集中してらっしゃるので、はいはい、ちょっとシーンとして見なくちゃいけないかななんて気になってしまうんですが。いや、全く逆だと思うんですね。あ、そうですか。まあ、あまり騒がしかったり、携帯電話のことであったり、カメラのフラッシュなどは気になりますが、声援だとか、拍手っていうのは。声援 OK ですか。声援、まあそんなに大きな声をいただければいいと思います。ええー。はい。その方が選手は、だいぶテンションがかかってますね。いいプレーをすることが多いと思いますよ。はい。どうしたら欲しかったとか。欲しいとか。欲しい。ダメージみたいなのとかね、うん。なんか応援してくれてるかなっていう感じがしますから。そうですね。選手は嬉しいもんですね。20マーチと20マーチ。なんか1回クッションに入りましたね。ああ、惜しい。ね、たくさんクッションを使えば、はい、使うほど難しいというわけではないんですよ。そうなんですか。たくさんクッションを使った方が優しいケースもあります、ね。ああ、そうですか、はい。でも力がいるんじゃないでしょうか。力はね、まあ、力はそんなにいらないですね。これも20マーチという。パフォーマンスをしてらっしゃいましたね。最初のやつは黄色い球と交差しましたね、最後に、これちゃうんじゃないかと思ったんじゃないでしょうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60
ょっと拍手が増えてきて外れなくなってますね。ちょっと普通はまあ試合中に話しかけることはないですけど、皆さんどうですか、この拍手とか声援なんか。すごくあったかい感じですね。すごくお嬉しいやつ。すみません、お邪魔しました。実況席にございます。そう言ってる間に30分で外しちゃにね、クッションを入れてから、一つ目の動きになったんですね。なんかよじーっと見てないと分からない。そうですね、最初にクッションを入れてからボールに当てることもありますし、最初からボールを狙うこともありますし、いろんな技がありますね。ちなみにこの球って言いますか、この棒ですね、選手が使っている棒、球スティック、これは大変綺麗な球ですね、サンチェス選手。そうですね、日本のメーカーのね、ラムジャパンの球ですね。球メーカーもたくさんあるんでしょうね。アダムは有名ですね。そうですね、そうですね。それではゲーム形式でずっと見ていたい感じはするんですけれども、一旦ここでちょっと区切りましょうか。そう、飛田選手ありがとうございました。応援よろしくお願いします。ではサンチェス選手を見にいらしている方も中にはいらっしゃると思います。スペインからやってきた世界チャンピオン